意気込みもらっていいですか。意気込み、今回対戦相手マロ選手だと思うんですけど、マロ選手に対して一言お願いします。勝ちます。あー、ちなみにヒット君目線的にマロさんはどういう感じで映ってますか。モサ。あー、モサ。なるほど、優しい。そうやって俺の心を揺さぶって勝とうとしに来てる、もしかして。いや、行きましょう。あ、OK です。ショットガンある？ないです。じゃあ俺が持ってくからショットガン、お互いサイガーにしとくか。サイガー、サイガーじゃない方がいい。サイガーって強いんですか。めっちゃ強いよ。ガチですか。え、知らないの本当に。ガチ自身はあんま知らないです。サイガーマジで鬼強い。今現環境で最強って言われてる武器だよ。ガチか。近距離ね、3ベスでも一発でなんか溶かすらしいよ。ヘッドですね、それは。あ、ヘッドか。え、ちょごめんなさい、あのにわかが発動しました。あの、ごめんなさい、何も言えません。え、マンション戦どう、実際イット君は得意じゃない。得意じゃないのか。じゃあごめん、このマンション戦は俺がいただかせていただくわ。あ、了解です。でも申し訳ないけど、やっぱマンションのマロって言われてるからね。あ、了解です。そんな早く流さんといて。うわー、やばい、久しぶりだった今。じゃあ よーいドンでパンって打ち始めてからスタートいくか。よーい、スタート。やばいね、どうしようかな。どうやってやろうかな。マロさんどうか。へへへ、俺隠れるのうまいから。隠れんぼのマロって言われてっから。お、鼻で笑ったな今お前。お前鼻で笑ったな。許さない。なんか面白いな、どうぞ。面白いなじゃねえよ。いや、勝ちか、今の負けるか。やばいな。いや、全然やばくないだろって。負けそうになったな。嘘つくなって。グリグリ、グリグリえぐられてる今。体力もう満タンでしょ。お前、絶対お前やってやっかんな、お前。マロさんどこ。俺ね、今ね、近づいてってる、ここ。おい、ちょっとそれは、あれ喧嘩始まるか。あ、ちょっと危ないよ、それ良くないんじゃない。強くないんじゃない。マロさん、はい、上行きましょう。あ、オッケー、上か、俺すれば上だもん。やめよ、戦う前から喧嘩は良くない。よーい、スタート。あのね、なんでしょうか。え、ヘイト君なんでしょうか。やだ。大丈夫、あのマンションに関してはマジで俺もうマンションのマロって言われてるぐらい、もう数々のモサに倒されてきた男だから。倒された、うん、ごめん、倒してきたの間違えた。ああ、なるほど。皇帝さんとかですか。ああ、そうもう例えば、ね、いや皇帝さんとかミニゲさんとかももう全員ね、アスカレの上手いって言われたモサたちに数々倒されてきた男だから。あ、倒されたてか、もう今倒してきたね。タンの、うん、そう倒してきたね。倒されてきた、うん、ちょっとやめようか、もうなんか心が苦しくなってきたな。よーい、スタート。はい、オッケー。ここまでは行ってよ、多分。僕はもう2階にいます。いやいやいや、そういう嘘はいい。どうせ2階じゃないんでしょ。いや、本当に2階だったらマロさん本当に死んでます。ガチ。はい。あー、まあ、これで上いたら、それ嘘つきだからね。嘘つきです。本当か、本当に2階。おいてめえ、お前どこにいたんだよ。俺もう一番上っす。どういうことか。一発で決められたんだけど。何しようかな、まあ、SR 勝負でもいいし AR 勝負でもいいんだけど、ヒット君がやりたいやつでもいいけどな。メンストリートで。うわー、メンストで決めるか。じゃあメンスト何点勝負ぐらいがいい。20、100点で。って100点は知るって。いやー、まあ最初勝たせていただいちゃったからね、本当に申し訳ないことに。悲しい。ちょっとこの試合も勝たせていただくわ。まあ圧勝っていうことかな。圧勝させていただく。マロさん、お前かっこいい武器スキン持ってるよ。マロさんと同じです。確かに。あ、ちょっとあの意味わからん動きするのやめてもらっていいですか。こういう動きした方がいいですか。どういう動きですか。ちょっと一回見ますね。こういう動きです。ああ、もう一回やってみてもらった方がいいかも。こうですね、はい。ちょっと汚い音も。
汚いも何も勝負がこの世界なんで、わかりました。おい、やめろやめろ、あれ、マロさん言ってるじゃないですか。言ってません、言ってません。あ、痛い。ねえ、うまいって。うわぁ、ちょっとなんか打ち方がなんか強いなぁ。お、うまい。今のはうまかった。いや、でも俺は負けるたびに強くなる男、マロ。だから今の反省を生かして、この回も勝ちに行く。よし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 。あ、やばい。データと計算だから、すべては。え？か、壁抜き？っていうぐらいめちゃめちゃ当てられてんねんけど。あー！いやでもいい感じで動けてた今のは。次につながる一手だった。で、もうそろそろここから来るのはもう。そうですね。はい。はいはいはい。おだ、よーい。どうだエッドくん、若年の、いやーちょっと今それっぽい動きで頑張ってみたけど無理やったわ。あーうまい。追いつけない。これみんな言うじゃん、追いつけない。ガチ追いつけない、マジで。いや、速いんだよなそれ。ちなみにその上にすすって乗るやつはそっち側からしかできんやつ？いや、こっち側もできます。あ、できるんだ。いやいや、まぁ、おい、スイッチ入ってきてるやん。あと1分。お前、スタンプなんてふざけた真似しやがって。そんなんで勝てると思ったの？スタンプを貼れば強くなれるのか。はい、よし、スタンプあった。これで俺も強くなった。スタンプパワー見せてやる。おい、回んなって。お、ベイブレードみたいに回ってたぞ今。そのクルクルしてるのなんなんマジで。おは？おい、おー、よっしゃー、今のは気持ちよかった、入った。完全にタイミングを全部読まれてた。やばいな、嬉しいな。いや、マジでうまい、何それ。よし。あ、村さん、今伏せた。寄せてないよ。え、ほんと？何それ、伏せ技みたいなやつがあるのかな、分からんけど。無理無理、俺の時代が始まっちゃうんじゃないのって、ここから。お、俺の時代が始まるか、もしかして。止まんねえぞ、快進撃。待って、待って、行かないで。何今の。強すぎなんだけど。ヒットマン君的に戦ってみた感想どうでしたか？めちゃくちゃ強かったです。最高の煽りだな。いやー、楽しかったな普通に。